なんか元気ないね。ホラー映画で疲れた？無理しなくてもいいよ。しょうがない。特別にサービスして死んでよう。別に、さっきも言った通り、ただのサービスだよ。妹の膝枕、嬉しかろ？素直じゃないな、うちのお兄ちゃんは。なんだったら膝枕したまま次の映画を見る？雰囲気も合わせて、恋愛映画とか。お兄って、ラブコメとか恋愛ものってよく見てたっけ？そうなんだ。ああ、だからか。すっごい理解してる。さすが兄弟、以心伝心。お兄はさ、好きな子とかいないの？私はいるよ、好きな人。ねえお兄、私が好きなのはお兄ちゃんだよって言ったらどうする？何本気にしてるの？そんなに妹が可愛いの？お兄ってば。し、す、こ、ん？バレたか。よくわかったね。もしかして、さっきの映画、呪いで体を乗っ取るっていう内容だったのは、私の反応を伺ったってところかな？怖い映画で妹に抱きつかれたいんだ。やらしい。どうして？妹が兄を好きになったらキモいから？そっか。さすがお兄ちゃんだね。よくわかってる。懐かしいな、その姿。本当にアリオンだ。そんな怖い顔しないで。乗っ取ってるわけじゃないよ。あの子が変わってくれたというか、私が変わってあげたというか。ああ、提案したのは私からなんだけど、私が代わってあげようか？いいの？代わってくれるんだよね、私と。それは、まあ、うん。確かにそう言ったけど。だったら代わって！そんなに乗り気なのさ。私に体をよこせって言ってるようなものなのに。確かにそれは怖いけど、今はそれ以上にお兄と顔を合わせる方が怖い。私に体を渡すことであなたは死んじゃうかもしれない。そうは思わないの？
現在進行形で死んじゃいたい気分だし、マジで鬱になりそう。それに魔王とヴィズがどんな風に生きたか見ちゃったから、何かやり残したことがあるなら協力するのもやぶさかではないというか、それを言い訳にしてとりあえず目先の辛いことから逃げたいというか。そっか、そんなに嫌なんだ。わかった、だったらお言葉に甘えさせてもらおうかな。あ、安心していいよ、そのまま体を乗っ取るなんてことはできないから。あくまで一時的に貸してもらうだけ。例えば君の心の整理がつくまでの間とかね。つくかな、心の整理。自信ないけど。そこはなんとかつけてもらわないと。吸血鬼ヴィズはもう死んでる。私はただの残りカスみたいなものだから、いくら持ち主が譲ってくれたとしてもそれを維持し続ける力はない。つまりと忠告はしておいたんだけどね。あの様子だとどうなることやら。ああ、一応言っておくけど、彼女に言ったことは本当。あくまでこれは一時的なことだよ。もし仮に体を返したくないって思ったところで、私には維持する力がない。そこら辺はアリオンの血のおかげかな。君、彼女に血を飲ませてたでしょ。アリオンのマナを摂取したおかげだよ。とはいえすぐにそれも尽きる。一時的っていうのはそういうこと。ミク、アマネ、入るよ。おかしなマナの気配を感じた。何かあったのか？興奮？一体何が？そんなバカな！私たちに同情してくれたみたい。それで変わってくれたんだよ。私が残した悔い、やり残したことを少しでも解消できるようにね。そうしたら君は私を全くの他人として接するでしょ？それは嫌だったんだ。まるでアリオンに避けられてるみたいだからさ。それで、やり残したこととは？協力できることなら、僕も協力をしよう。うん、それはもういいんだ。こうして体を借りることができて、わかったから。私がやり残したことは過去のことなんだよ。アリオンがいて、スレイがいて、そんな中で私、吸血鬼ヴィズがやりたかったこと、でもできなかったこと、一緒に過ごして思った。君はアリオンじゃない。アリオンはもういない。君と一緒に過ごしてもそれはアリオンとやり直せるわけじゃない。これはこのまま私が抱えていくしかないものなんだよ。だからもういいんだ。おう、でも全くの無駄ってわけじゃないよ。おかげで少し思い出すことができたから、アリオンと二人で気楽にバカやってた頃のことを。ありがとう。今の私にはそれで十分。なら、アマネに体を返すと考えていいんだね。もちろん、嫌だと思ってもそれを維持するような力、今の私にはないよ。とはいえ、せっかく彼女が与えてくれた機会だから、しばらくの間はこの世界の暮らしを楽しませてもらうくらいのことはさせてほしいかな。
食事とか美味しいし。ふむ、リクに心当たりがあるのなら、わかった。ありがとう。